から第一章を始めます。イエーイ。今から新キャラを紹介します。ジュン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 、せーの、パッジュンジュン。このキャラは団子三兄弟ではない、スゴロクのサイコロで、僕たちは三兄弟です。団子三兄弟みたいだけど、これはねサイコロだからね、団子とは違うのね、食べられないの。僕はこの宝石村の一番最後のボスだよ。僕この横にいるみんなの仲間の宝石人間。僕たちはそう、私は前回もお知らせをしたかもしれないけど、自己紹介はねしたかもしれないけどね、私はまだたくさんあったからね、あそこの実験室の人なんですが、それが今回の話はやめておいて、私がなんかポーションとかね、動物が作るのが得意な実験用の人なんです。実験室のお姉さんという名前だよ。パオパオ、僕たちは、私たちは間違いだ、私たちは未来の道のデスだよ。よろしくね。私はゾウ、ゾウパオ、私はイルカのイーちゃん、よろしくお願いします。だから大将で言わなかった場所紹介する光。ここはお蕎麦の屋さん、お蕎麦屋さん、おいしいお蕎麦、へい、お待ち。ここはうどんの汁がある泉、広いけど中身はなんか、今巨人の足が出てきました。また通りました、なんか出てきました。ここがうどんの、またできました、うどんの泉です。次はここ、わかるかな、前も言っていたあそこだよ、キャンプ場。ドゥドゥドゥ、広い。前はテーブルがたくさんあったけど、実はそれはね、大地くんちから持ってきていたので、だから今はありません。ここはカラオケ場、ここで立って歌うのです。ヒュー、ここは未来市、楽しいブランコとかたくさんあって、楽しい家。ここはゴールデンおじさんがいる場所、家がないゴールデンのおじいさん、僕はこう思っている。この頭を使えばお金で買えると思っているけど、間違いだよ、お父さん。今、4だったよ。8。
十。じゃあ行こう。どっち向きで行ってんねん。よくここまで来てくれたね。バイバイ。おい、お前たち、死ね死ね。今日はね、大人グループと、未来ちゃん、未来ちゃん一人と、あの、大地くんグループ。大地。大地くんグループの始めだね。そうだよ。よし、じゃあ大人グループ、大人はこっちに来る。まあ、グループも一応大人だから。大人グループの人はこっちに来い。よくやってくれたな。よく向けてくれたな。お前たち。カビ君バイバイ。よし、じゃあ、あれ、大地君のおじいちゃん。うん。何？私がいつも使ってるあの黄色い車は？ああ、それがね、なんか故障しちゃってね。これ？そしたら。そしたらそれを使うしかないの。で、今日はそれで水をたくさん取ってきてね。猫ちゃんたちは何やってるの？ね、猫ちゃんたちはね、ちょっとカービィ君のことを追い出して。あっちけー。よくやってくれた。じゃあ何にも仕事は、あ、ただ見るだけだね。見てどんな仕事をする？ネズミ取り。ネズミ取り、どうするの？ネズミないよ。この村にはね、ネズミがないんですよ。まあ、うちの猫がいるからね。よし、じゃあ、大地くんチーム。私たちはゆみちゃんチームだから。あー、ちょっとこの、大地くん、このビーコンをね、つけるところを間違えちゃったから、これを直して。どれ？これ？そうだよ。それだ。違う。その白いところに立って、そしたら治るから。ジュース。ここに置けば、あれどうなった？これで完成だ。ビーコンの。よし、じゃあ、僕たちは何をすればいいのかな。あのうどんのところにこのトロタマを置いてきて。えいさ、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 頑張れ、頑張れ、頑張れ。えいさ、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 えいさ。おいちゃん、トロタマ落ちてきたよ。じゃあ、こっからぶん投げて。じゃあここからぶん投げるね。せーの、ピューズゴッ。お、トルタバが流れていった。あとは数日間待つだけだね。よし、ピュー。じゃあ、で、おじ、大地くんのおじいちゃん、何？僕たちの仕事は終わったから、大地くん来た、あ、キャンプ場で遊んだ、キャンプ場でカラオケいいよ。おじいちゃん、ね、おじいちゃん。おじいちゃんじゃないよ。今日さ、何するの？あの、君たちは、うん、なになに？このネザーガントレスがね、逃げていかないように見張るのは、私仕事したかった。一人一人が違う場所だからね、言っとくけど。で、ノアちゃんがガントレスのこと見ていて、それで、この二人はおじいちゃんと一緒にトラックの操作してきて、今持ってくるから。テク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 。いやな、そういうことはなくて、人間じゃなくて、間違っちゃった。ほら、あ、よっしゃ、違う、私たちさ、やな、が、ネザーガントレスの様子みたい。あ、じゃあいいよ。え、ネザーガントレスの様子終わったら、
きっすよ。イエーイ。こっちのネタ考えてみよう。よし、次。じゃあ今から取ってくるから。よいしょ。の命令だ。おい、大地くんのちっちゃん。なんすか。水持ってきたけど。あ、うん、今今会議中だから入れておいて。どこに？その水たまりに入れておいて、ビーコンの場所に入れておいて。じゃあ。よし、オッケー。じゃあ一度ブランコで大地くんちで遊んでくるね。いや、家に帰ったお母さんに起こすやつ。じゃあ大人たちの命令だ。はい、何ですか。これね、全部数えて、何個あるか。じゃあ僕最初数える。私よ。あ、違う、全員で兄弟喧嘩。じゃあそういうこと。やだ、親子喧嘩。やだ。そういうことじゃないよ、そういうことじゃない。うっせー。一人ずつこれが何個あるか数えて。よいしょ。100何個くらい取った気がする。10分後、20分後、20分後、30分後、3000個ね。いや、分かった。イエーイ、お父さんたちに勝った。お父さんたち計算めっちゃ口間違えとったね。じゃあそしたら帰ってもいいよ。違うクラスですけど。いや、違うよ。合ってるよ。嘘つけ。合ってるんじゃないで。合ってるよ。アピール。なんかさっきから晴れたり曇ったりしてない？うん。多分ね、カメラがね、おかしいんだと思う。カメラ？誰か写真撮ってるの？そういうことじゃなくて、なんか普通になんかアップしてきちゃうな、そういう天気になってる。また晴れ。また晴れ。晴れ。なんか今日おかしいから、僕の家の中で遊ぶ。僕の家の中で遊ぶ。いいよ、じゃあそしたらお父さんに聞いてくる。いいっすか、お願いだから。なんでこもりいるの、実験室のね。今話し中だったのに。いいっすから。実験室のお姉さんと足も強すぎだな。じゃあお話ししましょう。いいって？うん、いいって言われたけど痛い。あ、痛いじゃない。では、大地くんのおじいちゃん、私、あゆみの家のブランコで遊んでいいでしょ？じゃあ行ってくるね。よいしょ。あ、楽しい。一歩片付ければ
だみ。わしも行くじゃん。じゃあガントレス、あとは任せられよ。いやー、わし行くじゃん。タタ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 タにゃんにゃにゃんにゃんにゃーん。タタ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 タ。おー、なんかめちゃくちゃ飛び出る。今行く場所なんだったけど。じゃあ大地のおじいちゃんでございます。秘密の歌歌え。歌え。強くなれる誰もいなかったですね。お、でも今戻ってきた感じです。なんか騒がしい声がするな。あれ、なんか瓶の中になんか変なポーションがあるぞ。取ってみよう。てってて。あれ、なんだろう。なんかスプラッシュポーションだね。投げてみよう。どんなことが起こるのかな。不幸のことかな。ラッキーなことかな。投げてみよう。うわあ。うえ。ああ。なんか変な魔法が使えるようになっちゃった。なんだろうこれは。なんか物事がするね。そうだね。ちょっと一回なんか地下実験室から物事がするから一回行ってみよう。よいしょ。テク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 。わあ、巨大トイバワンコだ。なんかボスベイビーのあの人気なワンコの名前みたいになったね。逃げろ。あー、助けてー。未来の日の朝ごはんでは2つのグループに分かれて食べる。まずは寝るところの部屋のグループ、そしてこたつ部屋グループ。どっちの誰がどっちのグループになるでしょう。よし、ご飯のお時間。
かあるで。わかったよ。よいしょ。よしよし。こんこんこん、すいません。はい。そして夜になりました。もう夜だからお風呂入よう。もう夜だからよ、お風呂に入ろう。で、人も同じこと言ってない？ビュン。誰よ今の。じゃあ、ブランコの裏とか
あの車の中とか、あとはこたつの下とか布団の下とか、あとキッチンとキッチンのあそこの中に入ったりとか、いっぱいあるじゃん。うん、でもじゃあ見つかったらようにちょっと持っていくね、僕は。何が？隠し通路があったの。じゃあ聞いて。何？明日の朝さ、あのさ、お父さんのこと置いてってさ、あのさ、みんなでさ、ランチに集合しない？いいね。じゃあお母さん寝ちゃってるよね。そうだね。誰も信じてくれなかったもんね。じゃあもうお風呂上がってもう寝ようよ。よいしょ、寝よう。あれ、おじいちゃんは？おじいちゃんはもちろん。まあそっか、じゃあもう寝よう。おやすみ。第2章終わります。パオーン。それで続きは2月の14日、バレンタイン。